次に前田富江議員の質問を許可します。前田議員。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。選挙も終わり、これからは市民のために市長さんとは真剣に話をさせていただきたいと思います。広い視野と寛容の精神でのご答弁を期待しまして質問に入らせていただきますけれども、5番の淀川と架橋の整備につきましては要望のみとさせていただきます。まずはじめに子ども子育て支援新制度についてです。本年4月に子ども子育て支援新制度が施行され、すでに半年以上が過ぎました。この新制度は消費税引き上げによる増収分を活用して、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の質や量の両面から子育てを社会全体で支えようとするものです。そのため文部科学省や厚生労働省といったこれまでの所管省庁を横断的に取りまとめ、内閣府が推進しています。本市でも制度施行に向けて各種条例を整備されるとともに、子ども子育て支援事業計画を策定した上で、運用面でもさまざまな変更をされましたが、現在の運用状況についてお聞きをします。次に障害者の就労支援についてです。現在障害者サービス事業所へ通所されている方の中には、仕事をしたくても就労することがなかなかできない状況があるようです。で、こうした就労を希望されている障害者の方々に市としてどのような支援を行っておられるのかお聞きをします。次に農業後継者の課題についてです。本市のような都市農業におきましては、農業後継者をどのようにして確保していくかで、貴重な地域資源である農地をどう守っていくかが求められています。市では農業後継者の育成として、都市農業枚方道場を開設し、現在研修生が新規就農に向けて研修に取り込まれているとお聞きをしています。今年度末で研修終了だということですけれども、その後の予定をお聞きします。次に御殿山駅周辺の交通対策についてです。京阪電鉄の御殿山駅南側にある御殿山踏切につきましては、不動京都森口線へ抜ける道として利用される車両等の通行が激しくて、また駅の周辺には府立高校や専修学校があることから、通学時間帯には多くの学生が踏切を渡り、そして京都側に改札ができたことによりまして便利になったんですけれども、さらに踏切を渡る歩行者が増えています。そんな状況での御殿山踏切は車道部と歩道部とを区切る構造物がなく、狭いために車両が通過する真横を歩行者が歩いていて、とても危険な状況となっていますが、市としてこの御殿山踏切の交通対策についてどのように考えられているのかお聞きをします。次に淀川と架橋の整備についてです。会派を超えて自民党として高野議員のおっしゃったことをお汲み取りいただきまし、お汲み取りをいただきたいですし、先のテレビ放送でも府がやはり牧野高槻線で橋梁整備を考えておられるということでしたので、大阪府と対岸の高槻市と深くご協議をいただきまして、国とも連携しながら防災面もしっかり頭に入れていただいて、早期の実現に向けた努力を要望させていただきます。最後に公共交通空白地域についてです。私は6月の一般質問で、春日元町地区が公共交通の空白地であるっていうことで、その対策について市の取り組みや考え方についてお聞きをしました。その時のご答弁では、春日元町地区のバス運行については事業者に強く働きかけを行っていくという大変希望の持てるご答弁をいただきましたが、その後どのように強く働きかけを行っていただいたのかをお聞きしまして、1回目の質問を終わります。水野子ども青少年部長。1、子ども子育て支援新制度についてお答えいたします。
子ども子育て支援新制度では、児童の年齢、保育の必要性の有無、および保育の必要量に応じた区分に基づき、市町村が保護者に対する認定事務を新たに実施することとなりました。従来の保育制度にない新たな手続きでありますことから、新制度施行当初は市民、保育施設ともに混乱が見られましたが、現在では制度の趣旨や手続きにつきましても定着してきたものと認識をしております。また、新制度への施行に合わせまして、認定こども園が6月、6園開設をされました。新たな保育の受け皿として多くの方にご利用いただいているところでございます。新制度につきましては複雑な制度でもあり、事務処理が煩雑になっていることなど課題はあるものの、おおむね順調に運用できているものと考えております。山口福祉部長。2、障害者の就労支援についてお答えいたします。本市では福祉施設から一般就労に向けての就労支援といたしまして、障害者就業生活支援センターとともに取り組んでいる障害者庁舎内実習に加え、ハローワークなどと連携いたしまして、障害者合同就職面接会を実施しております。また就労支援強化事業といたしまして、就労マッチングから職場定着までの人的支援や障害者サービス事業所職員を対象に就労支援に関する入門講座や企業開拓のノウハウ研修会などを実施しております。宮本地域振興部長。次に3、農業後継者の課題についてお答えをいたします。昨年度開設いたしました都市農業枚方道場におきまして、1期生3名が今年度末で2年間の研修を終了する予定となっております。研修終了後につきましては、1期生3名のうち2名は市内での独立自営就農を希望されており、貴重な農業後継者として農地の確保や就農先の地域での受け入れなど円滑な就農ができるよう市として関係団体と協力して支援を行っているところでございます。また1名につきましては、農業法人等への正規雇用により就農することを希望されており、現在研修と並行して就職活動を行っておられます。小山土木部長。4の御殿山駅周辺の交通対策についてお答えいたします。御殿山風景につきましては、これまで、交通安全確保を図るため踏切道の拡幅や大型車両通行禁止措置、また京阪電気鉄道におきまして踏切道の歩行者軽減を目的に、京都行きプラットフォーム改札の新設も行っていただいたところでございます。このように一定の安全確保を図ってきたところでございますが、ご指摘の点も踏まえまして路面表示や注意喚起看板設置も含め何ができるのかなどを検討をしていきたいと考えております。前田議員。次に、6の公共交通空白地域についてお答えをいたします。春日本町地区へのバス運行につきましては、バス事業者に対しまして既存路線の延長、一部変更、新規路線の開設など例をお示しして検討をお願いをしているところでございます。現在までバス事業者からは回答をいただいておりませんが、今後バス運行のために道路や交差点の改良が必要となった場合には連携を図ってまいりたいと考えております。前田議員。それぞれお答えいただきましてありがとうございます。そうしましたら一問一答で質問をさせていただきます。まずはじめに子ども子育て支援新制度についてですけれども、この制度には大きな改革であることから課題もあるということですので、それぞれ検証していただいて必要な改善も行っていただきたいと思います。ではこの新制度への移行は市民にとってどのようなメリットがあったのでしょうか。また反対にデメリットはなかったのかお聞きをします。水野子ども青少年部長。新制度におけるメリットといたしましては、1点目には給食活動中であっても保育所等への入所が可能となったことなど、保育所等入所の要件が緩和されたことが挙げられます。次に2点目として、昨年度までは所得税額に基づき保育料を決定しておりましたが、新制度では市民税額に基づく算定に変更されたことに伴いまして、
転入者など一部の方を除き、保護者から税関係書類の提出が不要となったため、利用世帯にとって手続きにかかる負担軽減につながったものと考えております。また、3点目として、新制度移行に合わせ、本市では保育所等入所にかかる選考基準としております点数制度の見直しを図り、入所要件に応じ、基礎点に世帯状況や国から示されました優先利用にかかる事項等を踏まえた調整点を加減する方法に変更いたしました。その結果、世帯状況をよりきめ細かく反映できるようになったというふうに考えております。最後にデメリットでございますが、就労形態がパートなど保育を必要とする時間が一定時間に満たない方につきましては、保育の利用時間は8時間を上限とする保育短時間認定となりますが、11時間を上限とする保育標準時間認定の場合に比べまして、保育料に大きな差はないものの、利用時間につきましては一定の差があり、新制度化の課題であるというふうに認識をしているところでございます。前田議員。これまでは仕事を探してから、保育所へ入所となっていたものが、仕事を探す段階から入所できるようになったということで、仕事と子育ての両立をしようとされている保護者の方は、大変喜ばれているのではないでしょうか。しかし、制度が大きく変更されていることから、これまでの制度との違いに戸惑っておられる方もいてはるかもしれませんので、きめ細やかな窓口対応を行っていただきますようよろしくお願いいたします。次に、新制度移行によってこれまでの保育所、幼稚園に加えて認定こども園が新たに創設されています。国の所管省庁は厚生労働省、文部科学省、内閣府だということですけれども、本市のそれぞれの所管はどのように変わったのかお聞きをします。水野子ども青少年部長。教育保育施設に関する所管につきましては、大きく分けますと、保育所及び小規模保育事業の実施施設につきましては子ども青少年部が、また幼稚園につきましては教育委員会、学校教育部がそれぞれ所管をしております。なお、認定こども園に関しましては、事務の内容に応じ、子ども青少年部と教育委員会、学校教育部で情報共有を図り、連携しながら分担しているところでございます。前田議員。先ほど大橋議員の質問にもあったんですけれども、保育所は子ども青少年部で、幼稚園は教育委員会という所管になっているということなんですけれどもね、子ども子育て支援新制度の目的でもある市民に質の高い幼児教育、保育の総合的な提供を図るためには、就学前の教育、保育の所管が一緒になることが必要だと思います。さらに言いますと、就学後の放課後児童対策につきましても、国から放課後児童クラブと放課後子ども教室一体的運営を目指す放課後子ども総合プランが示されておりまして、こちらも所管が子ども青少年部と教育委員会に分かれてしまいます。で、これも市民には大変分かりにくく、行政効率も極めて非効率ではないでしょうか。私は就学前の子どもに関しては子ども青少年部で、そして義務教育の子どもに関しては教育委員会で所管すべきだと考えています。新年度の機構改革はぜひこのような視点で行っていただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。木村行政改革部長。はい、教育保育に係る所管の統一につきましては、子育て環境の充実や市民への分かりやすさなどの観点から重要な課題であると認識しております。今後どのような組織体制が機能的で市民にとって望ましいのか、検討を進めていきたいと考えております。前田議員。ありがとうございます。部長のご答弁のとおりね、市民にとって何が望ましいのかというところなんですね。保育所は子ども青少年部で、幼稚園は教育委員会、そして授業中は教育委員会で、放課後になったら子ども青少年部という分かりにくい所管ではなくって、市民のためにチームとしてね、教育福祉といった縦割り行政から脱却していただきたいですし、何より市民にとって分かりやすく、さらには就学前の教育保育の総合的提供、就学後の放課後対策としての放課後
子ども総合プランが一層充実推進できるような機能的で効果的な機構改革を早期に実施されますよう要望しておきます。次に障害者の就労支援についてです。私は昨年の6月の一般質問で小型家電リサイクルシステムを環境と福祉の共同として福祉事業所が小型家電リサイクル事業に参画する取り組みを提案をさせていただきましたけれども、その時のご答弁では先進市の事例も含めて研究していくということでしたけれども、その後どのように研究をされたのかお聞きをします。山口福祉部長。小型家電リサイクルにつきましては障害者の雇用確保に向け何かできないかとの思いから先進市の事例などを調査してまいりましたが、小型家電分解後の廃棄物の処分にかかる経費や多様な小型家電の分解作業には危険を伴うことなどがあることから、現時点では福祉的就労として取り組むことには課題があると考えております。前田議員。課題があるっていう答弁だったんですけれどもね、それは市の考えのみだと思うんですね。で、福祉事業所にこんな取り組み他市ではやってますけれどもやってみませんかとか、そういうふうな意向調査をされたのかお聞きをします。山口福祉部長。小型家電リサイクルの取り組みにつきましては障害福祉サービス事業所への意向調査は行っておりません。この取り組みにつきましては先ほども答弁させていただきましたようにさまざまな課題がある状況でございます。意向調査につきましてはリスクを含めた条件を示す必要があるため、他市の状況も含めさらに調査した上で検討をしてまいります。前田議員。意向調査はしてないということなんですね。で、廃棄物の処理にかかる経費や分解作業に危険が伴う、はい、だから飽きませんねんと。で、そんな後ろ向きな考え方で枚方の福祉は本当にこれでいいんでしょうか。市がね、福祉のリーダーとなって福祉施策に真剣に取り組まなかったら一体どうなってしまうんでしょうか。作業に危険を伴うなら危険な部分は市が何とかフォローする、そういった考えには至らないんでしょうかね。で、何かできることがないのかという思いがね、本当に強いんであれば、もっともっと具体な案が出てきてもいいんじゃないでしょうか。この事業は他市ではできているんです。で、他市でできて、枚方ではできない。本当に福祉について考えてはるのか、私には理解できません。以前にも申し上げましたけれども、障害のある方が枚方に住んで、枚方で働き、そして自らの力で生活していける社会を作る、これを後押しするのが行政の仕事なんです。市長さん、今までとは違う風をね、枚方に吹き込んでいただいて、福祉の町、枚方の復活をぜひともよろしくお願いいたします。次に農業後継者の課題についてなんですけれども、2年間農業者の方々から多くのことを学ばれて自営就農を選択された方々の支援をこれからも行っていかなくてはならないと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、しかし都市部における農業後継者につきましては耕作面積や営農環境などからどうしても家族に頼らなければなりませんけれども、現状は核家族化が進んで子どもさんたちが遠くに住んではって、で、この農地をどうしていったらいいのかという問題を抱えてはる農業者さんのお話をよくお聞きします。で、そこで平成25年度に人と農地を解決するための人農地プランっていうのを策定されましたけれども、その中身についてお聞きをします。宮本地域振興部長。はい。人農地プランは地域での農業者等の話し合いを通じて集落地域が抱える人と農地の問題を明らかにし、その解決策を考え5年後の地域農業の未来図を設計するものでございます。本市では平成25年11月1日付で地域全体版を作成いたしました。このプランには認定農業者7名を地域の中心となる経営体として位置づけ、
地域における担い手の確保の状況や農地利用の在り方、今後の地域農業の在り方などを記載いたしております。前田議員、ではこの人の内プランをどのように活用されているのか、これまでの実績と合わせてお聞きをします。宮本地域振興部長。はい、国からの支援といたしまして、平成26年度から経営所得安定対策に加入し、水田で出荷販売を目的として米に代わり野菜等を生産する農業者に対しまして産地交付金が交付されることとなりました。さらにその農業者が大阪版認定農業者となり、市が人の内プランのに位置づけることにより国の交付金プラスとプラスして国の交付金にプラスして大阪府独自の加算を受けることができるようになりました。本市では平成25年度に人の内プランを策定後、国府のメリット措置を受けていただけるよう、平成26年12月1日に大阪版認定農業者9名を新たに位置づけた内容で1回目の改定を行い、すでに交付金を受けておられます。今年度は大阪版認定農業者1名と国の青年就農給付金の交付対象となる認定新規就農者1名を新たに位置づけた内容で、12月1日に2回目のプランの改定を行いました。前田議員、国と府の支援については理解できましたけれども、その支援を受けられない農業者の中にも地域の農地を守っていただいている方がおられます。体の調子が悪くってそれでも放置しておくわけにはいきませんので、誰々さんに手と手も出ますねんと、そんなお話もよく聞くんですね。でもちろんご自身の田んぼも作りながら耕作放棄地にならない努力をしていただいているわけなんですね。でそういう農業者の方に対する支援も必要ではないかと思うんですけれども、市としてどのように考えておられるのかお聞きをします。宮本地域振興部長。はい、議員お示しのように新規就農者への支援とともに現在の農業者に営農を続けてもらえる取り組みも必要と考えております。今後も農業委員会の協力をいただきながら人の農地プランの改定に合わせ、地域が抱える人と農地の問題を明らかにし、その問題に対する解決策を考え、地域の実情を勘案した農業後継者の掘り起こしにつなげるとともに、定年機能者など多様な担い手の確保につながる取り組みを進めてまいります。前田議員、なかなかあと一歩踏み込んだご答弁をいただけないんですけれどもね、10年後の枚方の農業を考えたときにのんびり考えていったらあかんと思うんですね。で今でも農業者の皆さんにはレンゲ栽培米とをはじめとした安心安全なエコ農産物の販売会や学校給食への供給、市内小学校の子どもたちに田植えやたかりの体験、ふれあいツアーなど、本当に枚方市の農業にご協力をいただいているわけなんですね。で、これだけ多くの事業にご協力をいただいておきながら、うちは後継者で悩んでますねんと相談を受けて、いや、それはあなたのとこの土地や予定にそれは知りませんわと、そんなふうには言えないでしょう。で、確かにね、困難な課題だとは思うんです。でもね、そんな中にあっても市としてできることが何かあるはずなんです。で、JA などの関係機関と相談をしていただいて、農地を守っていくためにどうしたらいいのかっていうのを市として本当に見せていただきたいと強く要望しておきます。で、次に御殿山駅周辺の交通対策についてなんですけれども、さまざまな対策を行っていただいたことには大変感謝をしていますけれども、現在においても決して安全な状況とは言えないんじゃないでしょうかね。で、先ほどのご答弁でね、何ができるのか検討していただくっていうことでしたので、一つご提案をさせていただきます。この御殿山駅北側の駅舎の用地を京阪電鉄から買わせていただいて、1メートルほど踏切を拡幅すれば今より安全を確保できるのではないかと思いますけれども、市の考え方をお聞きします。小山土木部長。
御殿山吹雪につきましては、これまで安全対策についてさまざまなご要望もいただいておりますが、踏切のさらなる拡幅となりますと、用地の確保や電気施設の移設場所など物理的な問題や多額の費用も要しますことから、一朝一夕にはできるものではございません。しかしながらこの場所は緊急対策踏切に指定されておりまして、朝夕の通勤通学の時間帯は今なお車両や歩行者が不走している状況は認識をしておりますので、今後財源の確保や事業手法についてなど検討を行ってまいりたいと考えております。前田議員。簡単なことではないのは十分に理解しております。先ほど部長もおっしゃったように、御殿山踏切というのは国交省の緊急対策踏切として指定されているわけですよね。で、そこで市長さんにお聞きしますけれども、市長さんは高陵小学校第一中学校を卒業されていて、この御殿山駅の状況というのは小さい頃からよくよくご存知やと思うんですね。で、現在の朝の状況なんかもよくよくお分かりやと思うんですけれども、市長さんご自身の考え方をお聞かせいただけますでしょうか。伏見市長。先ほど部長が、申し上げましたとおり、通勤通学の時間帯においては危険と感じることもございますことから、財源確保や事業手法について検討を行ってまいりたいと考えております。前田議員。ありがとうございます。財源確保や事業手法について検討をしていただくということで、期待をさせていただきます。御殿山駅というのは今行われている連立立体交差事業の枠には入ってませんよね。で、このままでは枚方市の中で取り残された地域になってしまうんじゃないでしょうか。で、この御殿山踏切では、先ほどの質問のほかに、駅から府道に向かって右折する車が変則的な交差点になっているため、交差点内に車が停車して、後続車が使えてなかなか踏切を渡れない状況あるんですね。で、またこの踏切の京都側の次の踏切、渚橋の踏切、ここは一方通行で交通量が少ないんですけれども、幅員が狭くって府道との間隔が非常に狭い状況なんですね。で、府道が使えてたら大きい車が踏切の中に、大きい車やと踏切の中に後部部分がね、車の後部部分が残る危険性もあるんですね。で、このような状況の問題解決には府道の線形を変えないといけないっていうことがあるんですけれども、これはものすごく大変なことやと思うんですけれどもね、大阪府ともよくよくご協議をいただいて、御殿山駅の周辺の状況というのを検討して、ほんまに考えていただきますよう要望しておきます。で、最後に公共交通空白地域についてなんですけれども、まだお返事をいただいていないっていうことなんですけれどもね、本当に困っておられる状況っていうのをご説明いただいて、機会のあるたびにお願いしていただきたいと要望しておきます。で、同じくこの6月のご答弁では、市内の公共交通地域の対策として、枚方市総合交通計画協議会を設置する中で、取り組みを進めていくっていうことでしたけれども、この協議会の中で、春日本町地域をですね、モデル地区として、市の一押し施策として取り上げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。小山土木部長。はい、枚方市総合交通計画の協議会では、本市が目指すべき交通社会の実現に向けた基本的な構想や計画を定めていくマスタープラン的な位置づけであることから、特に個別地域に限定した具体事業などを掘り下げて検討していくには至らないものと考えております。しかしながら、ご指摘の春日地区への交通対策につきましては、本市から社会実験やモデル事業としての提案や要望をバス事業者に対して働きかけてまいります。前田議員。すいません、もうすぐ時間なんですけれども、昨日の高野議員のお時間を少しいただきましたので申し訳ございません。もう少しだけお願いいたします。個別地域に限定した具体事業などは掘り下げて検討しないということなんですけれどもね、
協議会と連携して市の町内委員会や市民交通利用者のワークショップを立ち上げていくということなんですから、そこでの大きな枚方の将来の交通の在り方は考えていただきたいと思うんですけれどもね、先ほど部長もご答弁いただいたように春日本町地域においては今ほんまに困ってはるっていう現状をね、よくよく考えていただきたいと、これ本当に強く要望しておきます。で、次に私は以前に教習所のスクールバスの空きスペースを活用した輸送システムを提案させていただきました。で、その時のご答弁ではさまざまな先進事例について検討していくというご答弁でした。で、この教習所のスクールバスの活用を新しい取り組みへの一つとしてぜひともこの協議会の中で議論していただきたいと思いますけれども、市のお考えをお聞かせください。小山土木部長。はい、今後持続可能な交通社会を実現させていくためには、規制概念にとらわれることなく新たな発想の展開も必要であると考えておりまして、さまざまな先進的な事例や取り組み状況につきまして調査をしながら協議会の場でも議論をしてまいりたいと考えております。前田議員。ありがとうございました。ぜひともよろしくお願いいたします。春日本町の地区に関してはほんまに本腰入れてよろしくお願いいたします。最後に私への答弁やこれまでの他の議員さんへの答弁を聞いてますとね、相変わらずできません、検討しますっていう連続やったように思うんですね。で、市長さんね、新しい枚方の創造に邁進されるっていうことを決意されたんではないでしょうかね。で、私にはまだまだ市長さんの熱いお気持ちっていうのが浸透しているとは到底思えません。で、もちろん一度に答えを求めているのでは決してありません。私たち議員は何か少しでも市政が良くなる糸口っていうのを探すために質問をさせていただいています。どうか枚方市民が求めている枚方っていうのを作る努力をしてください。そのためやったらご協力を惜しむものではございません。で、議会との対話をしっかり重ねていただいて、市長も選ばれた人なら私たち議員も選ばれた人です。何が市民のため、何が市のためになるかを一緒に考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて前田富江議員の質問を終結します。